アスカムロやってきました。今日は誰もないやろね。誰もいないね。なんぼなんでも元旦からうろうろするやつもないやろと思ったらね、さっきあったんですよね。テムジ島ではね、女性の方来てありました。ああ、こんな感じでございましたか。それでもグリーンの手前残ってるね。お、誰か来てるぞ。いやー、こんなに変わるのかね、2年ほどで。そうですか、さっきで来てはるぞ、ここまで。いやー、これもこんな色変わるもんかね。もう朝も相当歩いたからね、2時間、3時間ぐらい歩いたから今まで。ああ、穴なんのかね。ここのスピーカー直っとるやろな。直してるやろね。そうですか。3回500円。一回もこれ聞いたことないな。これオープンの時も見たんやけど、なんかね、はい、ちょっと上がってみましょうか、どんな状況か。白い粉がいっぱい吹いてたからね、それがもう本当にびっくりするような感じだったからね。あれ1年ぐらいしてきた時だったよね。はい、行ってみ、見てみましょう。あら、こんな感じ。これがね、三角になったよな。もうこんなやっぱりね、水漏れるもんかね。遠くから見たらあんまりわからないんだね。こんな感じやわ、これ。やっぱり業界がないから、どうしてもね、溶けますか。ここも中入ったんだけどね、最初来た時は。ここも事前申し込み以来ですか。ライトついたんだけど。こんな業界がくり抜いてね、ようできましたね。コンクリートが入れてね。コンクリートになってるね、業界が。こうなるわけでございますか。そやけどまだこの方がまだいいね。最初来た時びっくりしてね、この白いの粉吹いてるから。こんな状況でございます。吹くなら吹くで全体的やったら真っ白になるんじゃん、反対にね。いやー、こんな感じ、綺麗になったんだ。金魚坂7世紀後半。ちょうど5月、3月やったかな。3月向けやったかな。本当にね、春晴れで、春の晴れでね、綺麗に見ることができたんだけど。やっぱりね、やっぱりいかんか、これ。ね、こんなんですか、やっぱり。こういう感じやったら感じ悪いな。いっぺんにずっとね、全部出てると真っ白になってて逆に変やけど。これね、これやっぱ見てもらいたいね。せっかくね、いいのができたんでね。で、5ぐらい買ったんかね、なんか言ってたけど。これ国も県もね、飛鳥村も出してますから、3分の1ずつぐらいね。見に来てくださいよ、これ。いいね、形は最高にいいんだけど、白い粉が吹きまくっとるからね、業界外やから仕方ないやろうけど。万葉集にも載ってるんだよな。載ってる、日本書紀も載ってますか。
これ見てもらわなあかんね、これほんまにね、もったいないね、金かかってんやからね、見に来てくださいよ、すごいんです。これ前で見てもらうとね、圧倒されますよ、本当にピラミッド散々構築で、で中の石油の中もね、石棺のところ入ってるね、見れますからね、ちょっと金はいるけど500円ほどね、いいですよ。だから天皇陵じゃなかろうかじのここに書いてあるんだよな、これこれね、これが旦那塚古墳、それから金剛塚古墳、御用の古墳、御用の古墳ってどこよ、え、御用の古墳ってどこだ、そういうことよ、古墳が2つこういうふうにあったわけだな。今盛り上げてないからね、四角にして盛り上げてるからな、丸く丸くてなので、なんか上は石張ってあるから、下はやっぱり普通の土盛りやったんやろね。ああちゃんと焼いてありますわ、粘土、普通粘土じゃありますわ。どうですか、触らせてもらいました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、剣豪塚古墳でございました。